はい、超駅太郎です。ま、いろいろ考えてですね、まあ、こういう方法が一番かなと思ったんです。やっぱり、YouTube 上で私のことを誹謗中傷する人ってあんまりいないんですよ。さすがに、YouTube のプラットフォームで勝負したら勝てるわけがないんですよね。やっぱり、物量と登録者数ってことで、YouTube でもう、あの、なんか、 わざと触れてきてどうこうっていうのはあるけど、もうそれは数字狙いっていうのは分かってるんで、まあいいんですけど、一番厄介なのは、X のポストですね。そこに行ってくるっていうことがあるわけで、で、今日考えてです。これ、あの、リンク貼っときます。見てください。ね。もうあえて名前も言いません。こいつが、ね。カルトと信仰の違いを見極めろよ。58って結構な年だろチンピラじいさん、わらっとね。 で、結局、私の動画貼ってるわけですよ。っていうことは、私の動画を引用して、これネタにしてるわけですね。だから、私もこいつ自体を、ここに引用して、ネタにする。ね。で、言ってるのは、私、ここ、ポイントなんですよ。ね、えー。ハッシュタグで私をつけて、統一教会の南ぞ宗教以前にで、ハッシュタグ右翼ですらねえからな、あら、KCIA、韓国中法上、で私、そんなこと言ってないんですよ。 うん。統一協会の話をしてるわけでもないし、韓国のどうのこうの自民党の話もしてるわけじゃないですよ。ポイントはここなんですよ。本当にこれはアホというか、わかってないんで、これも釣ってるんですね。いわゆる、これからっていうのは、宗教というふうに否定されているものの中にも、見方によっては、今までそういったした、した形で集団を形成し、えー、一定の形で世の中を、こう、 転移してきた部分があるわけだから、まるっきり否定するわけにはいかないんですよ、これって。ね宗教というものを。できよう、できようがないんですよ。で、右翼思想って私言ってます。右翼団体とは言ってませんで。右翼左翼って言い方っていうのは、国会の中で右側が保守、左側がっていう風で右翼左翼っていう言葉ができたっていうようで、 言ってる意味っていうか、この右翼という言葉をが、もう今なんか、あの、外線してるよ右翼っていうふうに思いますけど、本来は違いますね。私は右翼思想っていうふうに言ってるんですよ。そこが分かってないんですよ。このいくつ、私58歳のあの男性を捕まえて、結構な年だろ、チンピラじいさんと言っているんで、若いんだと思います。で、若い君が何ができるのかなっていうふうに思って、この人を見てみると、フォローゼロ、えー、フォロワー81となっております。 素晴らしいですね。はい。えー、私が、あのー、昨日、まあ、LINE で、こう、まとめてできるやつも、1日でも82ぐらいになってますよね。うん。あの、メンバーシップを数百人いる中から、こう、動員して、有料のメンバーシップからやって、LINE でおはようとか、私の声の動画とかも出してるんですね、今ね。うん。メンバーシップに入って、その LINE に、 なんて、なんていうのオープンチャットではまた違うんですよ。私のこメールが、あの、有料じゃないですよ、この LINE って。有料じゃないですからね。うん。ただ、メンバーシップ入ってそれ行かないと入れないっていうことになってるんですけど、うん。で、もう、あの画像とかも出してっちゃうんで、うん。まだそれはちょっと私も手探りでやってるんでね。え、ね、それだって1日だってお前の数字を超えてるんだけど、ね、修羅の国 S 級特区、特区。 なんだシュラノクに SQ トックってあるのね。中本浩二さんの影響でツイッター始めました。ちゃんと電源切れるか心配ですとか言ってるんだよね。うん、すごいなうん。要は中本浩二さんがごめんなさい。2020年にね。ごめんなさい。これツイッター、ツイッターの電源の切り方を教えてくださいっていうふうに言っていることを、を、まあ、 ま、やぎをしてだよね、こいつは。中本浩二さんの影響でツイッターを始めました。ちゃんと電気芸切れるか心配するつけとけいいじゃん、これ。馬鹿じゃないのほに。で、見極めろよって私に言ってるんですね。うん。選挙になんか期待してると。右ウィングしてるも。あんまり、あの、言葉がわからない。言葉が上手じゃないなっていうふうには感じてますね、文章がね。うん。何のためにどういうふうにしてるのかわからないけど、私はこれは誹謗中傷と取ってますんで、 年齢が言ってる、うん。結構な年だろ。カルトと信仰の見極めを、カルトと信仰って私がそのことには触れたんです。だから、ってなると、何を言ってるかって言ったら、私の動画をきちんと見てもないし、喋ってもないのに、カルト教団を、で、来参してるようなことを言っている。えー、そして、58歳にもなっているのにも、えー、幼稚なことを言っている。で、私を、どういうところを何をとってチンピラ、 っていう言い方をしているのかと。自分自身で自分のことをチンピラなんでっていうのはいいけども、人に言われる覚えはないんですね。うん。あの、大体、ここの一番ヘッダーの中で、他者、著名な方を引用して、中本浩一さんとか、こうやって人の名前をつけてるやつで、あの、ろくなもんはいないんですよ。うん。 本当に。こういうことのやり方して。モノマネタレントさんとかモノマネやられてる方とか別ですよ。そういう意味じゃないですよ。うん、こうやって誰かの著名人の名前を引っ張ってきてやるような人間はヘッダーのところにそんなやってるのは、ろくなカスです。はい。で、しかも、文句言ってやって DM 送ってやろうと思ったら DM 送れないんですね。こういう奴らに限って。もう私はもう宣戦線布告してるんで、もう、あの、 だけど、先生布告するのに、こういう件で、あのー、YouTube 出しますよって言ってやろうと思ったんだけど、あのー、何うん。こいつに言ってやってください。あ、超恵太郎さんがブチ切れてますよ。うん。言ってるんで、あ言ってください。ね。名もなき修羅だって。なんだそれ <laughs>、うん。何が言いたいかわからんわ、お前。本当に。クソガキ、クソチビ。チビはちゃうな。チビって言っちゃうかんね。チビはいかんな。これは失敗だな。 だから、こういうことですこういうこと。こういうアホと相手にすると、バカカーバー、なんとかあかんとかってなってっちゃうのよね。うん。で、同じ風に。だから、やめなさいってみんな言うんですね。うん。だから、相手にするなって言ってるけど、そういうわけにはいかないんです。ね。相手にしないでほっとくと、どんどん増長して、もう、勝った気ような気になってるんですよ。うん。だから言、言えないですよ、もう、うん。あの、うん。例えば、 踏みつぶしてぺちゃんこにしちゃうぞと。うん。金はあるから開示請求かけて引きずり出してやるぞとかね。言えないですよ。そういう脅しが。うん。ね。あのー、年長者の怒りを、こいつは分かってないですね。タロガーズルズ舐めんねよ。少なくても、絶対お前のことを、を知らないし見てないけど、あのー、俺のがモテると思う。<laughs> モテると思う。本当に。 今から来てねって言ったら、もう、中年女性の方が、もう、四五人は、二時間以内で来てくれる <laughs>。まず、嬉しろめぐみ先生にお願いして、それから、中谷先生にお願いして、その、あの、妙齢の女性が、すぐ集まって、もう、あの、妙齢の女性には、非常に指示が高い。な舐めんなよ、お前は、おばさんたち。あ、んで、あの、 全力、あの、熟女チャンネル3人もでも五5人は来る。うん。中谷先生、学校が忙しいから来てくれるような気がするな、ね。来いと。こんな奴に絡まれていると。ね。58歳にもなって、ね。もう、かん、弱い、還暦がもう2年もね、二年しかないという、なんか、名もなき修羅という恐ろしい奴に絡まれている。ね。助けてください。ね。どうだ まあ、ほに、リア充でも,もう負けないからなっていう話です。以上です。はい。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、 これも売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまああの私があったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。 もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。